各局の全女子アナのバストサイズを測って平均値を出したら、間違いなくテレビ東京が1位になるでしょう。つ、と興奮気味に話すのは、女子アナウォッチヤー、田中これまさし。もはや説明不要の G カップ、推定、以下道のスミレナアナ、熟女の貫禄を感じさせる F カップの相打ちゆかアナの二人への、女子アナファンの注目度は相変わらずだが、これらに肉薄する頼もしいニューフェイスが注目されつつはある。2016年入社の片渕茜アナと、17年入社の角谷明子アナである。つ、夜の看板ニュース番組、ワールドビジネスサテライトのサブを務める片渕アナは、いつも重そうな F カップバストがデスクの上に乗せている状態。名演の大根マリコアナのバストの寂しさが気の毒になりますが、カメラはそんな片渕アナの F カップを横から舐めるようにいやらしく撮っている。あの大橋美穂アナをブレイクさせたテレ東伝統の横からのバストショットのターゲットになっていますから、期待の大きさがわかります。12月25日の放送では、愛のないアナがミニスカのアムラーに、片渕アナはルーズソックスの女子高生に扮するという、いやらしすぎるシーンがありました。田中氏、つ、角谷アナは、ミス KO グランプリの美貌とモデル級スタイルの持ち主だったが、入社から間もなく2年。テレ東の居心地の良さのせいか、ボディがムチムチにボリュームアップし、今や立派に爆裂バストアナの仲間入りを果たしている。つ、ニュースモーニングサテライトでは、毎朝が角谷アナのバスト祭り。ボードで、著刊の記事を紹介する際に横を向くと、斜め上45度を指す若さあふれるロケットバストが確認できます。サイズは、E2F カップはありそうです。前で、田中氏、つ、新旧入り乱れての切磋琢磨が続く。